今回のドリルはステップ打ちドリルです。みんなの飛距離伸ばしちゃうぞ。このドリルは下半身からダウンスイングを指導させていくドリルになります。ダウンスイングでは必ず足、腰ですね、腰、胸、腕、クラブの順番で降りていきたいんですけど、これが手から最初に降りてしまうと足を使うことができなくなってしまうので、腕から最初にダウンスイング降りてきてから足が行くっていうのは結構難しくて、なかなかできることではないので、ダウンスイング最初は足から行ってあげることによってプレーンが安定してきて外から入ってくるってことがなくなってくるので、ちょっとスライスとか腰玉になったり、あとはプルですね、左にバッと引っ掛けちゃう、それで距離が出ないという方にはおすすめのドリルになります。ではまず1回やってみたいと思います。まずアドレスは通常のアドレスを取ります。この状態で最初左足を右足にくっつけてからテイクバックします。でダウンスイング行く時に左足を元の位置に戻してから振っていきます。しっかりとアドレスを取って1、2、3、4というふうに刻みながらやっていただけるといいと思います。1、2、3、4です。このドリルをしていく時のちょっと注意点なんですけど、最初ここくっつけるところはいいんですけど、くっつけた後そのまま流れで打っていくと、このダウンスイング行く時に一緒にまた降りていくとあんまり効果がちょっとなくなってしまうので、最初は左足を右にくっつけて上げたら踏んでから下ろしていくというふうに、ちょっとステップを刻みながらやっていくことがすごく大切なところになっていきます。でこのステップ打ちに慣れてきたら、今度ダウンスイングで踏んでいく足の強さっていうのを、より圧を強めに下に踏んであげることによって地面からの反発の力も得られるので、こうしていくとこの大地からのエナジーも得ることができるので、自分の持っている力以上に外の力も使ってあげることで、より飛距離アップが実現されていきます。このドリルを練習場で行う際なんですけど、使うクラブはドライバーでもアイアンでもどちらでもいいです。ここで球は打たなくてもいいので、素振りでしっかりとステップを踏んでいくという練習をしていただけるといいと思います。しっかりと足を使ってあげることによってプレーンが安定してくるので、ずっと同じスイングができるかなと思います。腰、胸、腕、クラブで正しい動きをマスターしましょう。